画面の前の良い子のみんな、こんにちは。じさんじバーチャルライバー、不女子でショタコンで婚活中の26歳鈴鹿歌子です。本日はですね、いにしえの不女子にありがちなことをご紹介させていただきたいと思います。まあこの動画を見てね、あのいにしえの不女子の皆さんは、うわ懐かしいっていう風にちょっと懐かしんでいただけたらな。で、あの最近の不女子の皆さんや、不女子以外の方はね、こんな文化が昔あったんだなーっていう風に、まあ知らない文化をね勉強するような動画にできたらいいなと思っております。はい、まずこちらですね、アンソロジーで不落ち。まあアンソロジーっていうのは今も売ってるんじゃないかなと思うんですけども、あのとにかくね、私の世代の不女子ですごく多い不女子になった方法っていうのが、本屋さんでアンソロジーを間違って買ってしまい、でそっから不落ちするっていうね。自分の好きな、まあ、少年漫画とか の, あのアンソロジーがね、普通に本屋さんに売ってまして、表紙見ると、まあ、ちょっと原作の絵とは違うけど健全なイラストがね表紙に使われてますので、でこれなんだろうな、なんか好きな漫画のちょっとしたファンブック的ななんか漫画なのかなみたいな感じで、何も知らずにね買ってお家に帰って中身を見ると、まあびっくりするわけですよ。まあ、公式ではね全然ゲイとかそんな設定はないキャラクターたちが、まあ男同士でねいろんなことをしてるわけですよ。でそういうアンソロジー、 BL アンソロジーが普通に本屋さんで売ってますので、でそれをねよく知らずに買ってしまう、まあ、中高生くらいのね、まあ、オタクの女の子がまあたくさんいらっしゃいまして、まあ、私もそれに近い落ち方だったんですけど、でそこでうわ何これみたいな感じで思いつつ、なんかあれでもなんか悪くないじゃないかみたいな感じでどんどんハマってしまう人と、いやだ何これ公式と全然違うじゃん、まるまるはこんなキャラじゃないみたいな感じになって嫌悪する人と2パターンに分かれるわけですね。それでまあ不女子になるか不女子にならないかっていうので、まあ、ルートがね分岐されるわけなんですけども、まあ、かくいう私もね、あの中学生の時に某少年漫画のアンソロジーを友達に、これちょっと一回読んでみて無理だったら本当読まなくていいからみたいな感じで貸されて、それをまあ読んだところね、まあ見事にハマってしまったっていうわけなんですけどもね、まあ、この始まり方の不女子はすごく多いんじゃないのかな。次、合言葉攻めの反対は、これもね、私の実体験なんですけど、まあ普通の人に攻めの反対はって聞いたところで守りとかね答えると思うんですよ。でも不女子は受けっていう、この質問をもしかしてこの人不女子かもしれない、仲間かもしれないという人にしてみて、でそこで不女子かどうかを確認するっていう、まあ一種のね不女子同士の、まあ、合言葉的な感じなんですよね。私もこれ高校生の時に満研で同じクラスの子に聞かれて、でまあそこで私は受けって答えたんで、そこでガッて握手されて、これからよろしくみたいな感じでね、まあ、どんどん仲間が増えていったんですけどもね。はい、ペーパーラミカグラデビンセ、今これないんでしょうかね。私の世代のね不女子は大抵通ってると思うんですけど、まあ買うか作るか、これ何かっていうと、まあ、同人グッズなんですね。比較的簡単に作れる同人グッズ でペーパーっていうのはそういうグッズを販売したりとかする時のお知らせ用の情報の紙なんですね。そこに通販情報とか、あとは今度このイベント出ますとか、そういう自分の同人情報を載せて、でそれをただで配るわけですね。まあ、どっかの同人イベントに置いてもらったりとか、あとは友達の同人サークルさんに、まあ、置いてもらって配ってもらったりとかっていうのでね、一番最初に女子が同人活動として手を出しやすいのはペーパーだったんじゃないかな。でラミカっていうのはラミネートカードの略で、まあ、紙にイラストをね、まあ、描いたものをカラーコピーして、まあ、印刷の時もあるかもしれないんですけど、それをラミネートしてカードとして売るんですね。まあ比較的絵描くだけなんで簡単に作れるっていうので、結構作ってる方いましたね。私も作ってましたね。でグラデ便箋、これはまあ便箋なんですけど、単色とかグラデーションで便箋を自分で描いて作るんですね。まあ便箋も
まあ絵描いて、あとは便線のところを線引くだけなんで、まあ同人誌作るのとかよりは比較的楽だったのでね、結構最初にラミカとか便線とか作り始める女子が多かったですね。なんか今ペーパーはあるっぽいですけど、ラミカと便線はあんま見ないですね最近はね。ファンロード、ファインドアウト、ジュニア、パフ、これ知らない方にとっても何のこっちゃって感じだと思うんですけど、全部雑誌でして、ファンロードとファインドアウトは、読者投稿型の雑誌、まあ、イラストとかですね。でジュニアは同人誌をまとめた雑誌で、パフは漫画とかを紹介したりする雑誌なんですけど、結構腐女子向けの漫画も取り上げていたので、まあ、腐女子は読んでる人が多かった。ジュニアはね、今だったら考えられないんですけど、同人誌が普通に雑誌に載っていて、その雑誌、まあジュニアっていう分厚い雑誌なんですけど、それが普通に本屋さんに立ち読みできる形で置いてあるんですよ。紐閉じとかしてなくて。でも私もね、立ち読みしたことあるんですけど、中学生ぐらいの時に。最近じゃまあありえないですよね。普通に中バッて見たら BL の同人が載っちゃってるわけですからね。まあジュニアから腐女子落ちしたって人もいるんじゃないのかな。でファンロード、ファインドアウトは私も過去にイラスト投稿したりとかしてましたね。キリリク、キリバン、踏み逃げ禁止、これは何のことかと言いますとね、同人サイトでまあカウンターっていうものをね、入り口に取り付けるのが結構みんなやってまして、でそのカウンターで、まあ、あなたは何人目のお客様ですっていう風な人数が出るものなんですけど、まあ最近のサイトにもあるところにはあるのかな。そこで例えば1万人目のお客様ですとか、1000人目のお客様ですとか、そういうものを切り番っていう風に呼ぶんですね。で切り陸っていうのは切り番リクエストで、切り番、そのちょうどいい切りのいい番号を踏んだ方はイラストをリクエストできたりとか、まあ、小説サイトだったら小説をリクエストできたりとかっていうのが、まあ、そのサイトさんによってありまして、でそれのことを切り番リクエストっていうんですね。で切り番踏み逃げ禁止っていうのは、その切り番を踏んでおきながら BBS とかに書き込まないで、まあ普通はね、BBS とかに何番踏ませていただきました、〇〇のイラストをリクエストお願いしますみたいな感じで、まあ切り陸をね受け付けているサイトには書き込むんですけど、それを踏み逃げして、あ、 BBS に書き込まないでそのまま踏み逃げしてしまうことを、まあ踏み逃げって言うんですけど、その切り番踏み逃げ禁止ですとか、サイトに書いてあるサイトさんもあったんですね。まあ、ただね、今考えると初めて来たホームページで、そのホームページのコンテンツが好きかどうかもわからない人が踏んじゃう可能性も大いにありえるので、その場合ね、どうリクエストしろって言うんだっていう話でね、まあ結構いろいろおかしな文化ではあったんですけれども、まあでも切り番踏み逃げ禁止にしてるサイトはそんなになかったかな。はい、まあこれもね、同人サイト関連なんですけど、裏ページへの入り口はリンクを背景色で隠す、もしくはパス制。まあ、裏ページっていうのはまず何かっていうと、普通はね全年齢 OK のサイトなんですけど、ただ裏ページはちょっと15禁とか18禁とか、まあ、そのサイトの管理人がね、まあ、決めまして、そこにはちょっと表には置けないような、まあ、ちょっと性的なものだったりとか、あとちょっとグロ系のものだったりとかっていうイラストとか小説とか漫画とかを、まあ、裏ページに載せるっていうのが結構一般的でして、ただ裏ページには普通にスッといけるサイトもまあ中にはあったけど、大抵はなぜかまあみんな隠すんですね。まあファン以外の人に見てほしくないっていう気持ちがすごい強かったからだと思うんですけど、裏ページっていうメニューがあって、そのページに飛ぶと裏ページにはこういうものが載ってるからくれぐれも気をつけてください。それでも見たい方は、まあ、このページ内のどこかに入り口があるので探してみてくださいみたいな感じで、まあ、リンクをそのページ内のどこかに貼るんだけど、ホームページの背景の色と同じ色の文字でリンクを貼ってパッと見わからないように隠したりとか、あともう一個あったのはパスワード制、URL のここの部分に受けキャラの名前のなんとかっていうところを入れてくださいとか、あとはまあよくあったのはね、やおいを数字で入れてくださいとか、何々の数字を入れてくださいとか、
まあ腐女子とかその作品が好きじゃないとわからないような暗号を入力してもらって、でそうすると裏ページに入れるっていうのがよくありましたね。まあ、なぜかね、結構高校生とか18歳未満の人が18禁ページを作ったりとか、あとは18禁ページはさすがに自分が18歳未満だから作れないから15禁ページを作ったりとかっていうのはね、まあ、よくありがちなことだったかと思いますね。私も高校生の時に15禁ページ作ってましたね。まあ、内容はちょっとエッチな BL の落書きとか、あと小説ですね、置いたりしてましたね。郵便局で定額小為替を購入。これ何かって言いますとね、同人グッズの通販で、まあペーパーとかでね、さっき紹介したペーパーとかで、まあ、通販をしてる人が結構多かったんですけど、通販するのにまずお金は郵送できないじゃないですか。まあ振り込みっていう概念があんまりなかった。なんでなかったんだろう。まあ危ないからとか、あとは振り込みとかはできなかったんですかね、中高生は。まあなんでかわかんないけど、振り込みはという概念はなくて、でお金は送れないから切手もしくは小為替、小為替の方がすごい一般的でしたね。切手はたまにあんまりなかったかな。で小為替を何円分購入してそれを郵送するっていうのが一番多かった通販方法ですね。私も、まあ、小為替買いに行ったことあって、郵便局に初めて行ったのが小為替の購入っていう腐女子は結構多いんじゃないのかな。100の質問、100のお題。これはね、まあ、BL 同人サイトに限らずだとは思うんですけど、まあ流行ってましてね。100の質問っていうのは、何々好きに100の質問。まあその何々はキャラ名とかカップリング名とか、あと作品名とかが入るんですけど、何々を好きになったきっかけは何ですかとか、何々の好きなところはどこですかとか、そういうね、100の質問が100個あるわけですね。で、まあ、それに自己紹介がてら答えていくと。同人サイトのプロフィールページとかでね、大抵は答えてましたね。で、100のお題は、まあこれもカップリングだったら、〇〇好きに100のお題っていうので、100のシチュエーションをね、こう、まあどなたかがね、考えてくれて、でそれをそのお題に沿ってイラストなり漫画なり小説なりを同人作家が書いて、まあ、ホームページに公開すると。これ流行ってましたね。でも大抵ね、まあ、100の質問はまだしも100のお題はね、全部はまあ書けないっていうのが結構ありましたね。お絵かき掲示板、これはもしかしたら今もあるのかもしれませんが、まあその名の通りお絵かきのできる掲示板、私もね、書いたことありますね。まあ、大抵は、なんかジャンルごとに分かれてたのかな。私はデジキャラットにハマってた時に、デジキャラットのお絵かき掲示板で、ピヨコのイラストとか書きましたね。でそれに対して、まあ何がいいかっていうと、まあ、それを見た方がコメントしていってくれるんですよね。可愛いですね、とか。そのコメントがつくとめちゃくちゃ嬉しかったですね。で結構いろんな人が見てくれる掲示板だったので、まあそんなに上手じゃなくても何かしらコメントがつくっていうのが利点でしたね。なりきりチャット、これもね、腐女子限定じゃないですね。まあ女オタクかな、いにしえの。私はね、これやったことないんですけど、まあ、キャラになりきってチャットするっていうことですね、その名の通り。あとなりきりメール、なりめ、まあ、メールはキャラになりきってメールする。これもね、私はやったことないんですけど、私は腐女子だったんで、あんまりこうなりきるっていうのはそんなに得意分野ではなかったんでね。ただ友達がなんかねハマっててね、なりきりメールを送ってきた時があって、まあ普通に、いや俺は何々だなんとかかんとかみたいな感じで、何の前触れもなくそれを送ってきたんで、えどうしたんだこいつはみたいな感じでちょっとね動揺して、ね、そのメールには返信しなかったんですけどね。ちょっと今思うとひどいことしたなって思いますけど、はい、ちょっとこれ次長いんですけど、同人誌の奥付けや雑誌の文通友達募集ページに普通に実名と住所が掲載。これ本当に危ないんですよね。今考えるとありえないんですけど、まあ、そういう同人誌のね、奥付けって言って一番最後のページに発行者の名前とか発行サークルの名前とかがね、まあそれは今もあるんですけど載ってて、そこに普通に作者の住所と本名が載ってたりする。でそこに感想はこちらまでお願いしますみたいな感じで、ね、書いてあったり、まあ、危ないですね。個人情報も何もあったもんじゃないですね。
あと雑誌の文通友達募集っていうページがありまして、なんかそこで何々が好きな文通友達募集ですみたいな、まあオタク友達をね募集するわけですね。まあ、その時はそういう SNS とかなかったんでね、確かほとんどてかネット自体もそんなに今ほどなかったんで、そういう雑誌の文通友達募集ページっていうのでね、オタク友達を探すのが一般的だったと思うんですけど、まあ、そこにもね、ここまでお手紙くださいみたいな感じで住所と名前が載っちゃってるんですよね。それも危ないですね、本当今考えるとね。バトロワパロ、これはですね、バトルロワイヤルという小説原作の映画がありまして、まあ知ってる方は多いと思うんですけど、そちらの映画のパロディで自分の好きな同人ジャンルのキャラたちが突然、まあ、バトロワをやる羽目になってしまうみたいなパロディ作品ですね。結構これはね、ちょっとグロ系とかその暗いシリアス系とかそういうのが好きな腐女子たちの間でまあ流行りまして、そういうスポーツ系とか普段はそういう殺し合いとかなんとか全く関係のないジャンルで結構流行ってたように感じますね。はい、あ、これはねちょっと同人用語じゃないんだけど、乱文乱筆失礼いたしました。これはね、まあ、腐女子が文通とか手紙のやり取りとかで語尾にねこれをつけがちっていうね、なぜかね、あんまり親しくない方との敬語での手紙のやり取りには最後乱文乱筆失礼いたしましたっていう風に書くのが流行っていて、私も書いてたんですけど、あとは友達同士のやり取りとかではそのカッコで殴るカッコ殺すとか、まあ、これ自分のことですね、人のことをあんまこういう風には書かないですね、腐女子は。なんか自分がちょっとムカつくような言葉を言ってカッコ殴るみたいな自虐的な使い方ね。まあ、絵とか矢印も同じような使い方ですけどもね、まあ、あとはカッコバクとかね、そういうのも流行ってましたね。まあ、今考えると何なんだって感じなんですけど、はい、というわけでね、いにしえの腐女子にありがちなことご紹介させていただきました。他にもね、こういうの流行ってたよとかこういうのもありますよとかね、そういうのがあればコメント欄とかで打ってもらえると嬉しいです。チャンネル登録よろしくね。